スタジオリバーサイド。こんばんは、ギタリストの竹下達です。今日お茶の水行ったんですけど、ギター買っちゃいました。こちらの、OVG、オルフェスバレー、ありがとうございます。オルフェスバレーギターズ、これ、どこだっけな、アルゼンチンじゃないな、ブルガリア製のギターです。これこんな感じで、でね、音としては結構明るい音がします。こんな感じです。最初ヤマハのベーシックタイプのねギター買いに行ったんですけど、ないんですね今ね。で、あんまりおすすめできるようなモデルがありませんということで、黒沢楽器さんのね、G クラブ東京のお隣のお隣ぐらいの3階にクラシックギター専門のコーナーあるんですが、でちょいちょい寄らせてもらってるんですが、そんなに予算ないんですけどって言ったら、じゃあこれがぜひおすすめですよと。ちょうどね、そんなに響きすぎずで明るい感じの音がしますっていうんで、これを勧めてもらいました。5弦の響きがね、すごく安定してるのと、あと結構軽いんですね。軽くて華やか、キラキラキラって感じ。すごく面白いのはね、このブリッジの部分がね、見えるかな、ちょっと変わった構造になってるんですよね。日本のギターと違って、ここがべったりになってるんです。だからね、ボディへの音の伝わり方がちょっと結構力強く弾いてもビビりにくい。結構弦高下げてるんですけど、それでもね、強く弾いてもビビりにくい。これが特徴だと思いました。これからね、大事に使っていきたいと思います。それでは、ギタリストの竹下達でした。